NASA の月を探査する国際プロジェクトアルテミス計画。昨年11月その第一ステップとして新型ロケットを打ち上げたの知ってる？それに続けとばかりに日本やインド、ロシアなどで月面着陸のミッションが相次いで予定。国や民間を問わない多くのプレイヤーの中で誰が覇権を握るのか今注目を集めているんだ。こんな感じで月が激アツに盛り上がるきっかけになったのは、なんと月に利用価値の高いある物質が存在している証拠が見つかったからなんだ。その物質を使い月面をどんどん開発して宇宙基地を作った後、前人未到の地火星へと人類を送る。最終的にはそこに住んじゃおうなんていう壮大な計画も考えられているんだ。それを実現すべく NASA の幹部がこの10年で人類を月に居住させると発言。本当にって感じだよね。実はもうニュースペースといわれるベンチャー企業の月面開発の動きが活発になっていて、そこに大企業もドドドーっと参戦。今後20兆円を超える市場に成長するって言われているんだ。月面開発の世界的なムーブメント、そのきっかけは月にある物質が存在する証拠を見つけたっていう研究なんだ。その立役者はハワイ大学の惑星科学者リ・シュアイ博士。リ博士は月のクレーターの底にある一年中真っ暗でマイナス170度以下にもなる特殊な場所に注目していたんだ。ここは今まで一度も直射日光が当たらず常に影になっていることから永久影領域と呼ばれてるのよ。ここに何があるのかを突き止めたいと考えたリ博士は、それまで研究者たちが見過ごしてきた観測データに目をつけたんだ。それはインドの探査機チャンドラヤーン1号が集めた永久影領域から反射されたわずかな光の波長データ。そのデータを解析すると、なんとそれが氷が光を反射し波長パターンと一致。それまで惑星科学者の間では月に水は存在しないって声が多かったんだけど、リ博士はそれを覆して水が氷の状態で月面に存在している証拠を見つけたんだ。 NASA によると月の水資源は少なくとも6億トンあると予想されていて、この量は100万人の生活用水を数年は賄うことができるんだ。え、すごくない？で、最強に使えるのが太陽のエネルギーで水を電気分解したら酸素と水素を取り出しちゃうこと。この2つがあれば生命を維持できるし、ロケットの燃料にも使えるし、もう一石が二鳥どころか不死鳥にもなるって話なのよ。そういうわけで月で燃料を補給できれば、地球から月へ行く時の燃料は片道だけで済むってことで輸送コストは爆下げ。さらに火星や木星みたいな地球から遠く離れた新宇宙へ行くための重要な中継地にもなるってことで夢が広がりまくりなんだ。さらに面白い話があってね、月の中でも氷がまとまって大量にあるとされているのが月の南極なんだ。 NASA が作った動画の通り、太陽が当たらない永久影領域がほーらこんなにいっぱい。月に行くならここしかないわなって感じで、リー博士の発表の後、中国やインドなどが次々に探査機を打ち上げ、その中でも中国は世界で初めて月の裏側の南極付近へ着陸に成功。これに黙っていないのが宇宙大国のアメリカ。2024年までに月の南極で有人探査を行うというアルテミス計画を発表。2030年代後半には有人火星探査を目指す壮大な計画に日本やイギリスを含む8カ国が賛同し、パートナーを組むことになったんだ。中国やアメリカ、さらにインドも有人探査機を爆速開発していて、月の南極の覇権争いからますます目が離せない状態になりそうだよね。でもさ、月の資源って誰のものなのよって思うよね。1960年代に宇宙条約っていう国家の宇宙での行動ルールが作られた。そこには月の資源を取得すること、ましてや販売するビジネスについて書かれていなくて、いいか悪いか判断ができない状況なんだ。そうなってくると新しい国際条約が必要だよね。でもそれには宇宙空間平和利用委員会に加盟している100カ国のコンセンサスが必要だから、採択が極めて困難なんだ。今各国が独自に国内の法律を整備し始めているものの、民間企業による資源の独占みたいな予期せぬことが起こった時のために国際的なルールも絶対必要だよね。今年日本をはじめアメリカ、ロシア、インドなどが月に向けて探査機を送る。私たちが今目にしているのは月開発時代の幕開けなのかもしれない。ただこれまで人類が地球上で繰り広げてきた領土や資源をめぐる争いを再び宇宙で繰り返してしまうのか、それとも私たちは歴史に教訓を得て新たなフロンティアを作ることができるのか、試されているのかもしれないね。